なりたい。何それ後ろ二重跳び。ということで今日は後ろ二重跳びに挑戦してみたいと思います。体育で二重跳びはやったことある、でも後ろ二重跳びなんてやったことない。まずは手始めにウォーミングアップがてら普通に跳んでみる。久しぶりの縄跳び、普通に跳ぶだけでも一苦労。あ、いた。最後は二重跳びで準備完了。お待ちかねメインの後ろ二重跳び、注目の実力は。初挑戦の感想はコツさえつかめば意外といけそう。問題は縄の長さと手首の使い方、ここさえ慣れてしまえばあとは簡単。まさかの恐ろしいほどの上達。最後どっちが多く飛べるか勝負しよう。いいよ、その代わり負けたら罰として縄跳びで帰ってもらうよ。レディーゴー。気になる勝負の行方は、勝者タム元祖縄跳び王に決定。罰として縄跳びで帰ってください。